やあ、刹那圭介だよ。ベルトおかしのいいが帰ってくるる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 る。ほいほい。あたたた、これじゃないし。2周目やっていきたいと思います。攻略サイトバリバリ見てのトゥルーエンド目指し。もう攻略サイトバリバリ見とんで、俺はわかるんですよ。攻略の仕方っていうのを。トゥルーエンドを見るための方法っていうのを。条件としてはまず分岐があるんですけど、一つ目の分岐はこの第4章運命ベートーベンですよ。ベートーベンエンドを見れるんですよ。このどうするって、なんだろう、ベルに行かせるかハンスが先に行くかっていうんであったんですよ。あの足もげて襲ってくる女の子がおったところですね。あの女の子に気づかれずに行くんだったかな、どうだったか覚えてないけど、そんなん、あれ何やったっけまあとにかく、あ、魔女じゃ、女の子関係ないわ魔女に見つからずに進んでいくところあったじゃないですか。そこで自分で行ってクリアしたんですけど、今回はベルに行かせる、これで行きます。ベルで一回行ったことあるけど、そのままクリアしたらフラグ回収できとったんやねって話じゃん。その、ベルになった分、ハンスよりも動きが遅い。だから難しいんですが、その難しいをクリアしてこそ、ようやく、トゥルーエンドに迎えるってわけです。ただ、ベルだから何が変わったんかはわからん。ちょっと遅うなるんやけど、多分、ハンスと同じやり方でいけるんじゃないかなとは思っております。今じゃ、やっぱ遅い。やっぱ、いけるん。お、ガン。あ、ガン。これダメじゃん。ダメじゃん。やめて、チョップのベルバージョン。暗黒の中。やめて、チョップ。ゲームオーバー。これむずいな。どうすればいい？明らかにこれハンスと違うルート進まなあかんような気がするんよな。なんかあるんかなこれ。これまでハンスの時には気づかんかった何かが。っていうかもうここ強行突破していいんじゃないかなって思うんやけど。パシって言うたけど、これが実は魔女の耳には届いてないみたいな、そういうことは。物音はハンスには届かなかったようだ。じゃあ魔女は大丈夫ですよ。魔女は気づいてる。多分気づいてる、これ。逃げろ。待てよ、これ。魔女を気にせずにまっすぐ行っとったらいけるかな。あー、そして、定番の暗黒。右左からの、あ、左はなかった。やめて、チョップ。そして、ゲームオーバー。よっしゃ、強行突破作戦っていうのを見せてやりますよ。なんかガンダムでもそういうタイトルがあったような気がするけど。これ、いつ？一番向こうのタイミングでパシッて言わせた方がいいかもしれんな。今だ！これパシッて言っても逃げ切ればいい、逃げ切れるかな？ハウス耳悪いんじゃん、お前は。行け！あらーダメか。そしてこの暗黒もういいわもういいわ。ベルルベルルベルル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 ベルル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 ルベルルルル。ベルからのお知らせ。刹那圭介さんはなかなかわからないからって攻略サイトを見てしまったわ。皆さんご了承くださいね。私に免じて。ほらベルも言おんで。俺攻略サイト見たけどベルがそう言おんやけどさ、許してくれよ。どうやったらベルの方でクリアできるかって話です。音鳴らすのは正解だったらしい。問題はこっから。このバレターってなって
なるんやけど、ハンス気づかんのやけど、こう左移動して、あれー、そう、うまくいかないね。私は強い、私は強い、私は強い、逃げれる、私は強い。あ、そこじゃない、斜め移動、斜め移動、斜め移動、ちゃんと斜め移動、一発目から斜め移動したらあかんて、そりゃ。今度こそ、今度こそ斜め移動、斜め移動、斜め移動、斜め移動やっていけるか。あーん、よっしゃー、今度こそや。ちょっと無言になる。いけ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 、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、メタルギアじゃこら。見つかりませんように、見つかりませんように。来るなよ魔女、もう間違っても机の下見るなよお前、見たらぶち殺すぞこら。ぶち殺すとか言っちゃったけど、やったー、よかった、気づかれなかったみたい。あの椅子を登り切ったら逃げられるんだ。椅子かこれ、格子かな、どっちだっけ、わからん。頑張らなきゃ、椅子ではないわ。あれ、魔女時計見てる、時間が気になる年頃。壁掛け時計の前で止まっている、今なら斜め移動。よっしゃ、時間制限があるけど行くぞ。でここで上、よっしゃ、これはいける、イエーイ。ざまあ見ろ、ざまあ見ろ魔女、やってやったぜ、小さい女の子がやってやったぜ、お前に出し抜いてやったぜ。よっしゃ、はあはあ。ところでハンスはどうなるんだろう、どうするんだろう。よかったよかったよかった。ハンスはなあ、ハンスは。ハンス、早く早く。あ、ハンス、ハンス、ハンスは強行突破でもいけそうな気がするわ。なんかベル来たー、ハンス勇者みたいな感じで出てきた。ベル、よかった、ハンス無事で。何をしている、さっさと行け。え、どうして、私、ハンスを待って。言ったはずだ。俺はまだやることがある。お前と一緒に行くつもりはない。冷たいよ、ハンス。二周目になっても冷たいよ。一周回って、冷たさなくなったかと思ったら、そうでもなかったよ、お前。おい、ハンス。死ぬ気なの？ハンス。え？あの牢屋から、ここまで一本道だった。他に捕まえられそうな場所なんてなかったよ。レーゼを殺したんだもん。魔女は私たちを見つけたらきっと殺そうとするよ。妹さんはここにはいなかった。きっとどこか別の場所にいるのよ。一緒に村に帰ってまた探しに行きましょう。おいハンス、ベルが説得に入っとるぞ。お前聞き入れろ、聞き入れろ。ここは俺はハンス。でーん、あっ、ハンス、待って。今どこに行くの？マルガレーテ。マルガレーテ？この人が。ビカーン！マルガレーテフラッシュ。あ、これ一周目にも言うたような気がするけど。そしてここにたどり着く。またか。ハンス、いるの？いるよ。いるだろう、目の前に。あ、ま、真っ暗だよ、何も見えない。どうなっているの？真っ暗なのはもしかして君、僕しか見えないのかい？お前目を開けていないのか？あ、開けてみたよ、でも何も見えないんだもん、怖いよ。おい、ハンス、抱きしめてあげ、抱きしめてあげ。男の務めってやつだ。お前、ベル、滝の燃える音が聞こえるか？聞こえるよ、近くで燃えているの。でもあったくないよ、ここ。魔女の世界では
熱や匂いなんかを感じないらしい。お前の場合、どうやら光も感じないようだな。魔女の世界？意味がわからない。怖いよ、ハンス。抱きしめてあげ、ハンス。男の務めや。ベル、お前はヒースとここで待ってろ。俺がこの空間の出口を探してくる。抱きしめないんだね。安心しろ。お前を置いて逃げるつもりはない。わかった。ヒースを待ってるね。ああ。ハンス、ここで抱きしめてあげ。男の務めじゃ。3回目言うたけどさ。抱きしめてあげて安心させてあげな。ヒース、ベルを頼んだぞ。ガテンショシノスケ。抱きしめなかったね、結局。ハンス、男の務めってんが分かってないよ。曲、パリ1にしとこう。よし。というわけで、2週目のパートはここで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。週明け。ふぅ、やっとが変わった。じゃあ、早く帰ってパソコンするぞ。